そうですね、やっぱアイスダンスとかになると、あの練習できるリンクがあんまり日本になくって、日本にいるスケートの先生があのバンクーバーにあの知り合いの先生いるよって言ってくださって、そこからじゃあバンクーバー行こうかってなりました。英語とかだとやっぱ向こうに行ってから学んだものが多いですね。特に会話だったりとか、まあ、スラングもありますし、リスニングとかもそうですね、向こう行って全部吸収してみたいな感じです。いなかったです。自分結構海外ドラマとか見ることが多くて、最初はそういうので日本にいた時は勉強してたんですけど、すごく役に立ちました。すごく立ちました。で向こう行った時はもうとりあえずあの恥を捨てて喋りまくるとか、分からないことがあったらみんなやっぱ教えてくれるんで、私のお母さんがあの衣装を作ってる人で、なのでいつもお母さんが自分のは作ってくれますね。お母さんに任せとけばいいの出てくると思ってるんで、いつも綺麗な衣装作ってくれます。特に自分からこういうのにしたいとかはあんまりいつもなくって、いつもお母さんにほとんど任せてます。とりあえず曲だけ渡して、そしたらお母さんがデザイン書いてって、なんか知らないうちにマリソン・チョックっていうあのアイスダンスの女の人がいるんですけど、もうその人動きとか全てが綺麗で、その人いつもあの見本にしたり、滑り方をたまに真似してみたりはしてます。ルネサンス高校。